48手とは、相撲における決め技のことで、室町時代からその名が見られる。古来の日本では、縁起の良いたくさんの数として48を使用した。初期のこの故障は、まさしく技の数を数えてのものではなく、ただ単に、相撲の技の数は、多い、縁起よく48などという意味だったと考えられている。江戸時代になると、 様々なものの数を48で定めることが多くなり、大岡忠助が定めた町引け氏も同じ由来により48組とされている。滝でも大小の滝がそこに数多くあって、それで一つの滝を成している時などは、赤目48滝といった風に48という数を呼び名にする。江戸の漢文時代になって、相撲における取り組みの決まり手を文書として整理し、投げ手十二。 かけて十二、ソリシュ十二、ひねりて十二、合計四十八手とした。漢文時代の相撲にはすでに土俵が存在しており、土俵外へ出す技で決まることも多かったため、あまり実用的な意味はなかった。あとに、技の名称は多い時で三百手かそれ以上になったと言われている。裏手と呼ばれる返し技、手さばき十二手、手砕き八十六手といった裏手の登場、さらには、 行事の流派による同一の技の故障の違いまであった。部屋の秘儀として親方から直伝される技もあり、これらの秘儀の多くは名前だけが残り、どういう技であったか文献に残っていない。あるいは名前も残らない秘儀もあったかもしれない。文や絵図に残さず、秘儀として伝えられていた技そのものが、力士の世代が変わると変化していったとも言われる。元禄時代になると、 現在に見られる故障が徐々に増えていった。大相撲の工業にも競技性が必要とされる時代になると力士が意識してはできない偶然の技も工業の楽しみの一要素とはいえ全時代的なものとなった。そこで昭和30年の本場所に日本相撲協会では州の山を中心としてこの48手と呼ばれた決まり手を1955年に68手に整理した。 これは、歴史的な統合であり、歴史が技を使う頻度が統合の基準となったが、相撲通りにしか見分けられなかったような微妙な技までも、分かりやすい技の中の一連の動作として統合された。頻度とは、無関係に、技の種類として対別されるものを構成に残す、意図から改定や追加がなされ、現在認定している、実際の決まり手は82で存在する。 現在の技の区別が果たして最終的なもので良いかは、伝統ある相撲文化を後世に伝える意義や、大相撲の発展を考えた場合には議論のあるところである。48手突き出し手のひらを持って、相手を突き、土俵外に出す。寄り切り四つ身になって、相手を土俵外へ出す。押し出しもろはず、肩はず、あるいは両前回しから相手を押し上げて、土俵外に出す。 上手投げ上手回しを引いてその側から相手を投げる。下手投げ下手回しを引いてその側から相手を投げる。小手投げ相手の指し手を抱え込んで投げる。すくい投げ指し手で回しを引かずに相手をすくい上げるようにして投げる。出し投げ回しを引いた手を返すことなく、肘を脇につけたまま出すようにして投げる。首投げ相手の首を巻いて投げる。二丁投げかけ投げ、やぐら投げ相手の足に、 自分の足を吊り上げながら乗せて、相手を空中に浮かせ、投げる。2009年名古屋場所、やがら投げないがけ相手の足の内側に、自分の足をかけ、相手を転ばせる。外がけ相手の足の外側に自分に足をかけ、相手を転ばせる。横綱、双葉山の69連勝がストップした時の決まり手である。切り返し桁ぐり、自分の体を開いて、相手の足を、 内側から蹴って倒す。渡し込み2枚蹴り足取りンソり自分の体を真後ろに反らせ、相手の体を自分の体の上に乗せて投げる。プロレスのバックドロップのような技。突き落とし相手が出てきた場合、相手の差し手の外側から脇の下に親指を入れ、他の四指を肩に当てて、下に追っつけるようにして倒す。巻き落とし取ったり相手の片手を両手で持って投げる。 肩すかし右差し手で相手の左腕の付け根を引っ掛けるようにして体を右後ろへ開くと同時に左手を上から回して相手の肩を叩いて引き倒す外無双右差し手を抜いて相手の右膝の外側に手のひらを当て左手で相手の右差し手をしっかりと抱えてひねり倒す内無双自分の髪手を相手の足の膝の内側に当ててすくい上げながら 刺し手の方へ体をひねって、相手を倒す。上手ひねり上手回しを引いてひねり倒す。下手ひねり下手回しを引いてひねり倒す。サバ折り両、回しを取って引きつけ、顎を相手の肩に当てて、前に引き、相手の両膝をつかせる。網打ち相手の刺し手を両手で抱えて、体を上手の方に開いて逆に捨てるように投げる。引き落とし、相手の手や前、回しをつかんで、 前に引き倒す。叩き込み相手が前に出てくるとき、体を開いて、相手を前に落とす。釣り出し四つ身から相手を釣り上げて、土俵外へ出す。送り出し、相手の後ろに回って、土俵外へ出す。一本背負い五輪砕き諸差しの体勢から、相手の首を自分の腹につけさせておいて、刺した両手を組んで、相手の両腕を極める。 五臓イコール五輪を砕くほどの苦痛を相手に与えることからその名がついた。レスリングのリバースフルネルソンと同じ体制。仏壇開始相撲規則で定められている禁じ手は次の通りで禁止を用いた場合は反則負けとなる。ありがとうございます。